はい、おはようございます、ラスカルでございます。ということで今日はですね、自宅からなんですけれども、いつもちょっと妻と食うシリーズでね、最近は一緒にうちの妻とね、ご飯食べてますが、ちょっと今日はですね、妻も子供も家にいなくてですね、まあ僕一人、久々にちょっと外の撮影もない休日的な一日なので、だらっとですね、一人でいろいろと大食いをしながら、お酒を飲みながらね、ちょっと一日を過ごそうかなと思います。で、ちょっと今ね、これ案件になっちゃうんだけど、静岡の伊東市の方からいろいろとね、食材をいただいておりまして、その食材が結構お酒にも大食いにも合うようなものばっかりなので、今日はね、それと合わせていろいろと大食いしていこうかなと思います。ちょっと今日この撮影のために何も食べてなくて腹減ってるんで、まあお話もこのあたりでどんどんね、食材準備して大食いしていこうと思います。とりあえずなんだけど、僕もまだちょっと何が来てるのかわかんなくて、ちょっとね、今これ持ってるこの物量以外にも冷凍のね、揚げ物とかあるんですけど、間違いなくご飯とビールを一緒に食ったら全部は一日で食い切れないな僕もね、詳しく何が来てんのか分かってないんで、早速ちょっとね、商品揚げていきますか。とまず今冷凍のね、その揚げ物とかがあるから、それ以外を出したんだけど、すげえ量あるな。だし粉とか、まあ、この七色昆布っていう、多分ご飯に合わせたりするやつだったり、この金目の姿煮で、わさび漬けにこの刻みわさびか、味噌漬けで干物と、ちょっとこの量はやばいな。一応今日はね、揚げと焼きをしようと思ってるから、湯煎で温めるものは、まあ、冷蔵庫にしまって後日ちょっと食べるとしてだ。まずは、まあ、ご飯もお酒もいけそうなこの干物見てみましょう。よし、そしたらこちら干物開けてみましょう。はいと、はい、お、めちゃくちゃ魚入ってるぞ。待って待って待って、この箱の中に想像の3枚ぐらい干物入ってるんだけど、まあ上に見えるのが金目かな。でその他にもいろいろとちょっとお魚入ってますけど、早速ね、まずこの干物焼きながらちょっとお酒とご飯たしなんでいきましょう。てか焼く前にだ、今これ一番大事なね、ご飯とビール用意いたしました。これでもう完全に準備万端なので、お魚焼いていきましょうかね。てこと、いや、なんかいいな、この卓上でやる感じ。いつも撮ってるね、あっちのテーブルとは違って、マジで休日感がすごいわ。いや、これ撮影なんだけどな、すげえ気抜けちゃうわ。ちょっとわさび海苔、こんな瓶詰めもあるんで、ちょっとね、これ佃煮かな、多分これを準備しつつよ。お魚焼いて、まずはね、ちょっと贅沢にこの一番上のさ、金目いっちゃいますか。こういう干物の焼き方はわかんないんだけど、やっぱ皮目からいくもん。いや、こんな感じだね。ちょっとね、まだ冷凍できたばっかりのやつなんで、お魚がね、凍っておりますが、ちょっとこれ焼いていきましょうか。いや、でも不安だな。危ねえ、今。ちょっと、どうだろうと思ってネットで調べたら、このお皿に上に来る部分の方から焼くらしいんで、この場合だと、この身の方から焼く感じだね。ちょっとこれ、干物をね、焼いていきましょう。うわぁ。この感じだけでテンション上がってくるね。家でこんなちゃんとした干物を食うことないからな。じゃ、まずは、その間にちょっとビールで皆様と乾杯させていただきたいと思います。うわぁ。ということで、乾杯。まい。ただいまの時刻ですね、11時37分ということで、こんな真っ昼間からこんなお酒に晩酌セットやっちゃっていいのかな。罪悪感がこれやばいわ。でもこれ冷凍のやつだから弱火でじっくり焼かないと焦げそう。まあ、ひとまずは焼いてる間すぐパッと食えそうなので言うと、この佃煮とわさび漬けかな。これで食べてっちゃおうか。もう待てないよ。わさび海苔の佃煮、これはね、中身こんな感じですね。見た目はね、結構この粗めの海苔なんですよ。とこれをご飯にさ、うわ、こりゃうめえわ。
炊きたてほかほかのご飯に佃煮たまんないねこれ。これちょっといただきます。まあうまうわこれ一瓶いっちゃうよ。皆さんこれ見てくださいよ、この湯気に包まれた佃煮、うわうまそうこれたまんないね。あーうま、干物が焼き上がる前にこの佃煮でご飯なくなっちゃうよ。いやマジで今日いい食材もらったな。もうこの時点で最高だもん。うまっ。今日はさ、平日の真っ昼間こんな時間からこんなことして怠惰な大人の代表だねだんだんね、年を取ってくるとこういうことの幸せ、それも覚えてくるね。うん、そろそろこのね、わさび漬けもいってみましょうか。普段わさび漬けって食うこともないからな、ちょっとどんなのかわかんないんだけど、こんな感じで個包装になってますね。でちょっとこちらわさび漬け出してみましょう。よいしょ。うわあ、これもまたうまそうだな。なんかパッと見こうかす漬け系の感じかな。これも絶対ご飯とお酒に合うと思うね。このわさび漬けもいただいてみますか。あ、うまっ。あーうまいな、これ酒だな。あーうまっ。やっぱりね、この見た目通りかす漬けっぽい感じの風味なんだけど、僕ねかす漬け苦手なんですよ、かなり。普段ね出てきてもあんまり食えないんですけど、そのわさびの風味でアルコールっぽいそういう臭みがね和らいでて、なんか純粋にわさびのいい香りって感じ。あーうまっ。なんかそろそろさ、もうこの金目めちゃくちゃいい匂いしてきたから、ひっくり返してもいいっすか。今しばらく焼いたらね、ちょっと見えにくいと思うんだけど、表面にもお魚さん汗かいてきましたんで、これひっくり返していきましょう。ちょっとこの縁の方も焦げ始めてきてるしね。はい、いい。あー待って、あの今ね身がね割れて悲惨なことになりました。ただちょっと見てこれ、めちゃくちゃ身うまそうじゃないですか。これ早く食いてー。まあね、身が割れたところで味は一緒ですから、美味しくいただきましょうよ。でこの間にちょっとさ、別のお魚も焼いていく。このちっこい子たちうめそう。でちょっとね、この一杯目のご飯もうなくなりそうだから、刻みおろしわさびを使ってさ、わさびご飯作っていこうかひとまずこちらのご飯の方に味の素を適量振りかけまして、そこにこちらのお醤油と、で全体にこれ鰹節をバーッと、もうバッと、もう一袋いっちゃおう、もう贅沢に。出ない出ない。最後にこちらの刻みおろしわさびで、よっしゃ、仕上げでございます。うわー、シンプルだけど絶対うまいやつだこれ。いただきます。うまいこれやうめ。またこのわさびの香りがいいな。うん、結局焼き上がる前に食っちゃったから、ちょっとご飯取ってくるわ。もうそろそろ金目ね焼き上がるんで、ちょっとおかわりしていきますわ。もうね、ちょっとこのカメラ越しでこのいい匂いが伝わんないのが悔しいんだけど、魚めちゃめちゃいい匂いしてるよ今見えますか皆さん、この金目のツヤ、照り、脂がねじゅわっと出てますよ。ちょっとこれにさ、もちろんお酒も合うしご飯も合うし、最高のお供でございますね。もう1本目ねなくなってるんで、2本目開けましてちょっとこちらの金目ちゃん、皮
かぶりつかせていただきましょうか。いただきます。干物だからさ、余分な水分も飛んで、なんかこうね、油っぽさ、ジューシーさがね、段違い。ちょっとこっちもね、先に置いた一尾、多分焼けてきてるんで、繰り返しましょうか。うわぁ、たまらんなこれ。絶対うまいじゃん。また干物だからさ、旨味が凝縮されてて、塩とか醤油とか、全然いらない。そのまんまで十分美味しい。まあ間違いなく品数を見る限り今日完食は無理だから、数日にわたってねこの幸せが続くと思うとそれだけでちょっとにやけるわそろそろこちらのお魚ちゃんたちもいい頃合いになってきたんじゃないでしょうか。これもあげちゃいます。これどう、こんなのはもう絶対うまいでしょ。もうわかる、もう食べなくてもわかる、うまい。そのままの勢いでこの下のサバも焼いちゃうか。ちょっと焼きつつよ、これちょっとかぶりついちゃっていけるでしょう。うん、うまっ、うまっ。まあ本当にどの商品もそうなんだけど、幸せだわとにかく幸せ。うちもねちょこちょこと気になるものがあれば通販とかもねやったりするんだけど、こういった機会に美味しいもの知れるお仕事をいただけるっていうことはもう本当幸せね。もうちょっといろいろとうますぎてこの2杯目の漫画盛りご飯なくなっちゃったもんね。おかわりいやー持ってきちゃった。持ってきちゃった。持ってきちゃった。俺、おかわり行ってる間にこのサバもいい感じなんじゃない？もしかしたら。俺さ、おお見て、このツヤ。テリー、ありがとうございます。ただただ、ありがとうございます。まあ、今日のね、案件に全然関係ないですけど。あ、日清さん、これ。いつもありがとうございます。うまそう。ま、あとちなみにですね、今日午後お米炊いたんですよ。炊いたんですけど、ちょっと調子乗りすぎましてですね、もうないです。この後ね、まだ揚げ物とかもあるのにご飯がない。ちょっと節約して食わないとやばい。ちょっと待って、油が乗りすぎてさ火上がってるわ。そろそろちょっと、あ、危ない、揚げないと。これ完成形どうです？めっちゃくちゃうまそうじゃないですか。もうね、油がすごいのよ。ちょっとカメラ越しで見えてんのかな、この湯気。もう見えてないんだろうけど、ちょっとあんまね。あー、うまっ。うまっ。はい、ということでただいまですね、揚げ物用の白いご飯は残しつつ、他作った料理調味料は完食させていただきました。干物とわさび海苔でわさび漬けか、残ったものに関しては保存ができますので、ちょっと妻と別日に食べるようにしっかりと冷蔵庫に入れつつ、この後ね揚げ物していきたいと思います。はい、ということでただいまキッチンに移ってまいりました。
こちらすでにですね、揚げる用の油は準備している最中ではございますが、こちら本日はいただいた揚げ物の中から2種食べていこうと思います。まずこちらがサバコロと、まあサバを使ったコロッケらしいですね。でもう一つ、これサバ伊藤ナゲットということで、この2種をねちょっと揚げまして、揚げたてでご飯やお酒と一緒に食べようかなと。たまんないね。そしたらまずはこちらのサバコロを揚げていきましょうか。サバコロを、はい、ドンと。やっぱり揚げ物っていいっすね。なんかちょっとテンション上がるわ。でその間にちょっとこちらのナゲットを見ていきますか。今回はねちょっとこちらのナゲット油で揚げているんですけれども、オーブントースターとか、まあ、電子レンジとかでもねできるらしいので、ぜひこれ皆様もお試しください。ちょっとこのナゲットもね一緒にこれ油に入れまして、とそろそろですね、いい感じに揚がってきたんで皆様見てください、一緒に。よいしょ、こんな感じでございます。ちょっと待ちきれずに揚げるの早かった感じはあるけど、しょうがない、だってこれ美味しそうなんだもん。しょうがないよ、このナゲットもこんな感じ。よいしょ、ちょっとまだねこんな感じで揚げてるんだけど、揚げたてね食べたいので、ひとまず熱いな、これナゲットだけここで。うまっ、うまっ。はい、やっと今日のね揚げ物すべて揚げ終わりました。こっちがサバコロになりまして、こっちがサバ伊藤ナゲットでございますね。やっぱり飲んでる時に揚げ物はあっちいな。ひとまずこのコロッケからいっちゃいましょうか。うわ、ちょっとですねこちらのソースをかけさせていただきまして、これですよ、揚げたてはたまらんね。正直想像よりも芋感が強い。サバの味とか風味は本当に添える程度というか、うん、このジャガイモの甘みとサバの香り、うまいわ。うん、わあ、ナゲットもうまいな。ばっか、熱いわ、うわ、熱い。ただやっぱり調理とかして時間が空いたせいか、一気にお腹がいっぱいになってまいりました。このコロッケは多分芋感強いからマヨネーズ絶対よねって思ったんだけど、マヨネーズなかった。このタルタルしかなかった。いやー、うわ、これやばい。これは絶対うまい。うん、うまっ、あー、ということで、本日もですね食材完食させていただきました。ごちそうさまでした。はい、本日はですねまあちょっとたまの一人の休みということで、家でゆったりとねいろいろな美味しいあてとともにお酒やご飯大食いしてまいりました。結局ね家で撮影するとまあお仕事にはなってしまいますけれども、ほぼほぼお休みみたいな気持ちでねゆったりといただくことができました。
なかなかですね、本日の食材は渋くて美味しいものばかりでしたので、気になった方はね、ぜひ概要欄の方から通販ページ一度ね見てください。それでは本日もご視聴ありがとうございました。この動画だったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね、最近ではサブチャンネルちょこちょこと更新活動しておりますので、そちらも合わせて概要欄からチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。